クラウンスポーツここはあかん9個をやっていきたいと思います。あかん一つ目ですが、幅がでかいというところですね。まあこれはワイド&ローでかっこよく見せるためとはいえ、ちょっとマックのドライブスルーとか気使うなっていうのは感じちゃう。まあただ この後いい点って動画ね、本当はあのいい点の動画を先に上げようとしたんだけど、ちょっとあんまり毎回トヨタ褒めすぎてトヨタに忖度してるとか言われそうだったんで、ちょっとあえて今回ダメポイントから上げますけど、安全装備で周囲の自動ブレーキとかもついてるんで、まあでかいところはそこがね補ってくれると、安全装備が補ってくれるんで、まあ取り回して困ることもね、まあ、DRS もついててないんじゃないかと思いますけど、まあでもちょっとやっぱ気になるっちゃ気になるかな。うん、イオンとかのちょっとドアパンは気使うよね。音 CSK 弟アッシュスポーツはねなんか食らってたみたい、ドアパン。うん、ってことで、まあ一応幅がでかい。じゃあ2つ目の残念ポイントね、これは結構でかい、アンビエントライト皆無っていうとこで、やっぱねアリアとかもっとアンビエントライトあるんですよ。うん、プロパイロットの連動する確か賢いアンビエントライトかアリアとかオーラにはついてると。でやっぱ輸入車ね、 BMW とかはもっとエロいんで、エロいエロミネーションなんですよ、メルセデスとか。やっぱこの辺の華やかさってとこではトヨタ車はだいぶ遅れを取っちゃってるかなっていうとこですね。まあドライバーのそのノイズになるから排除したいっていうそのメーカーさんの思想もわかるけど、でも助手席前ぐらい派手派手しくエロミネーションしたっていいじゃない。運転席に座ってる人は運転してるから楽しいじゃないですか。でも助手席に乗ってる人ってまあ退屈だし、夜とかはねほんと何も見えないから、やっぱだからこそのちょっと色変えれる発光エロミネーションがあればなおいいと思います。これはほんとトヨタさんも前向きに検討していただきたいとこですね。うん、BMW とか本当すごいですから、エロさで言うと。じゃあここがアカン3つ目のポイントですが、メーターデザインはやっぱうんですね、情報量が増えたいいです。ただやっぱ日産のメーターに比べてちょっとやっぱ殺風景なとことか否めないし、やっぱこの地図が見づらい、ぶっちゃけ使えない日産対比で、日産車とか見てることが多いんで、結構やっぱ他社さんのナビとかメーター見ててもなんかやっぱしっくりこないとこは多いです。うん、なんか違うなっていう感じはどうしてもあると、まあ、その日産と目線で見ても感じちゃうっていうとこではあるけども、とはいえもうちょっとメーターはデザインに関してはもう一点二点 あってもいいかなって、カローラと一緒 なの嫌なんで、ちょっともうちょっとなんか趣向を凝らしてやっていただきたいと思います。でそのくせドライブモードセレクトの S はスパーツって横からね5秒くらい出てくるけど、あんな5秒もいらんのよ。だからアウトランダーとかのドライブモード演出が一番ちょうどいいんですよ。エクストレイルとかスバルのやつとかはちょっと物足らないというところで、文字だけ出てくるタイプあるじゃないですか、日産とかね、あれは足らないけど、とはいえ CX60 とかクラウンのこのスパーツって横から出てきて5秒くらい戻るまで時間かかるの、あれは逆に鬱陶しいんで、アウトランダーとかZRV ぐらいがちょうどいいんじゃないかなというところで、うん、なんかこのメーターデザインとか演出がちょっと謎なのはまだまだだなというところ。アカンポイント4つ目ですが、まあいつものあれ来ましたね、ナビがやっぱ日産に比べるとまず UI 安っぽい。うん、トヨタのナビね、で前の世代のもうちの母親曰くやっぱ見づらいとか言われてたんで、あんまりトヨタのナビね、日産党の人から見るとよろしくない、うん、であとやっぱ割り込み表示でね、ここら辺の到着予想が隠れるとか、分割表示に対応してないとかね、地図の分割表示とかウィジェットみたいなので、音楽の情報とエネルギーフローが出せないとか、あとオーディオの選択画面でショートカットが消えちゃうとか ね、あとバグが多いとか、エネルギーフローがミニ四駆の土台とかね、散々言われてるやつね。まあいつもね僕ミニ四駆の土台って言ってますけど、まあ理科の実験とかいうのはもう元がいるんでね、元ネタがありますから、ちょっと今回は僕はちょっとそこにはねちゃんと配慮してミニ四駆の土台みたいなエネルギーフローっていうようにしてます最近は。
ずっとお方のね、理科の実験とかいう、ディアゴスティーニ方式のエネルギーフローを理科の実験っていうのは、ちょっとさすがにね、申し訳なかったんで。うん。まあ。なので、まあ、ミニ四駆の土台エネルギーフローとか、ネタにしてますけど、なんかここも日産車対比で見ると特に、うん、しっくりこない。うん、日産のやつが良すぎるっていうのもありかもしんない。言い方的にはね。まあ、トヨタもでもダメ。まあ、こことか本気出しちゃったらもう、他のメーカーとかやばいですよね。うん、じゃあ、ここがあかん。5つ目のポイントですが、内装、やっぱもっと頑張ってほしい。うん。なんか、ぶっちゃけ、良くなりましたよ。クラウンクロスオーバーから。改良前のやつからね。ただ、なんかまだ足らない気がすんだよな。なんかわかるかな？なんか物足らない。うん。ぶっちゃけた話をすると、やっぱね、エクストレイルとか、アウトバックとか、CX60 とか、アウトランダーに比べて、まだ足らない。うん。アリアとかね。だから、ベルファイアとかの方が内装いいと。で、やっぱドリンクホルダーも、剥き出しじゃないですか。で、ここ、アリアとか蓋ついてるわけですよ。逆に言うとアリア2つついてるのやっぱすごいなって思いますよ。日産頑張ったな、あれ内装って言ってますけど、僕結構アリアの内装はめちゃくちゃ褒めてると。ベルファイアも2つ付きなんですよ、ドリンクホルダー。クラウンはむき出しというところで、ここら辺はねちょっとやっぱな。ベルファイアもでもクラウンですよね、あれクラウンベルファイアって言われてますけど、アルファードとクラウンってどっちが上なんすかね、すかねっていうか、同等クラスとして考えるのであれば、まあ、ちゃんと蓋付きのドリンクホルダー入れてほしいし、アルベルぐらい内装頑張ってほしいなっていうとこはあります。だからアルベルが良すぎる。うん。レクサスよりレクサスしてるっていう内装だもん。まあ、とはいえ、なんかやっぱ、アリアとかエクストレイルに比べても負けちゃってる内装っていうとこでは気になりますね。アウトランダーとか、この派手派手しさで。まあ、エクストレイルとかアウトランダー、ルームランプが豆球とか気になるとかありますけど、なんかまだ、そう、トヨタ車は内装に関しては、まあ、ハリアでももっと派手派手にしてほしいみたいな、言ってますしね、僕。じゃあ、ここがアカンポイント。6つ目ですが、まあ、トリプルゾーンのエアコンはないと。まあ、鉱石を使わない前提、わかります。ただ、言ったら、シーセグコンパクトのゴルフにもあるんですよ。確か今はどうかな、解約でなくなったかもしんないけど、ゴルフにはトリプルゾーンのエアコンついてると。ちなみに C クラスにはないんですけどなとね、うん、でエクストレイルとかアウトランダーもトリプルゾーンのエアコンになってるということで、鉱石の快適性はまあ犠牲にするのもわかるけど、なんかアイコン的に補給してほしかったなーなんていう部分はある、うん、まあそこですよね。じゃあここがあかん7つ目のポイントですが、リアのシートヒーターハイブリッドではないと。 PHEV 限定なんですよ。これトヨタの SUV 結構こういう傾向があって、ハリアーもラブ4もリアのシートヒーターフィーヘブ専用っていう謎仕様なんですよ。この辺やっぱエクストレイルとか、さっきも言ったようにトリプルエアコンまでついてる。で ZR-V とかレボーグとかレイバックとかアウトバックとか CX-5-6 にもついてるという中で、ここもトヨタがね、遅れちゃってるところ。ちなみにレクサスとかにはあります。ちゃんと NX にはリアのシートヒーターと。トリプルゾーンのエアコンはないからエクストレイル以下にはなってるけど、ちゃんと NX ではリアのシートヒーターと。だからここは、トヨタとレクサスでここ差別化してんのかもしんない。NX にはついてるってことはそういうことですよね。要は。でもなんでここ差別化するのかなって思いますけどね。なんか謎なんですよ。レクサス、トヨタの差が。まあもうちょっと頑張ってほしいな。ここがあかん8個目ですが、ハイブリッドモデル、パトロールないです。うん。やっぱ薄く減速したい時には欲しいなっていう時ありますよね。坂下る時とか。ブレーキランプはつけたくない人もいるじゃん。あんまりつけすぎると、追突とか渋滞の原因になるから、薄く減速する時にやっぱパトロールあった方がいいと思います。ハリアとかは、上下でね、シーケンシャル操作できますし、ラブ4とかね。あと、言ったらベルファイアにあるんですよ、ミニバンの。なんでクラスポにないのっていうハイブリッドモデル。同じパワートレイン積んでるベルにはあると。まあ、あとね、他の Z
ZR-V とかにもありますからね。まあここはついてて欲しかった。まあちょっとね、薄く減速したい時にパドルがあるといいかなと、坂下る時とかにね。じゃあ缶ポイント9個目、これ最後です。 JBL 欲しい。この JBL っていいスピーカーですよ。で、まあ、実際の音質以上によく聞こえるんだと思います。JBL あった方が。その JBL ってロゴがあるだけで音質良くなりますもん。聞こえる実際より。多分ね。だって、なんちゃら効果でいいスピーカーついてるイコールいい音なんだっていう、なんたら効果、プラシボ効果でしたっけ、なんか、いう感じになるし、やっぱ内装の演出的にも JBL ってついてると、そこもね、よく見えると、内装が。トヨタの JBL とか、ちょっと上から張った感があるんで、もうちょっとスマートにしてほしいっていうのはありますけどね。この辺はだから、スバルのハーマンカードンとか、一部レクサスのマーク・レビンソンね、UX とかもそうですけど、ここの内装のとこでは、なんかムムムですね。まあ、JBL とか、ね、だって ZR-V の坊主とか、エクストレイルの坊主とか、オーラの坊主とか CX60 の坊主とか Mazda3 の坊主とか、もっとスマートでかつ内装よく見えるんで、だからもうちょっとこの辺はトヨタさんは課題が多いかなっていう、質感演出のとこはやっぱ相変わらず課題だなというのは思いましたねってことで、まあ、内装の部分、まあ、マテリアルとか見栄えの部分とかインフォテインメントの部分が弱いというのがクラウンスポーツの弱点じゃないかなと思います。